はい。ではまた頭の整理から行きましょう。一番上、I run。現在形だよね。はい、過去形、I ran。じゃあ、現在なんだけど、今のことだよ。am がついてるんだもん。次、I am running。どういうこと？している最中だったよね。イコール、be 動詞に ing でしている最中。am を抜かしちゃダメだよ。ところが、I was running だったら、of course、その時走っていました。ね、昔になるだけです。ではお話いきます。Number one。一緒に読みよう。せーの。Fred's school was closed because many people were sick in his town. Shops and libraries were closed. はい、closed はもう平気だよね。みんな閉まっちゃったんです。何しろ。もうどういうことかわかるね。Many people were sick. たくさんの人たちがコロナウイルスで病気になっちゃったんです。はい、次覚えるとこ、せーの。There were only a few people in buses and trains. はい、there is there は平気なんだけど、まず only 覚えてるか。そう、何々しかだけだったよね。a few っていうのは、2、3の。例えば10人も20人もいたら a few は使いません。2、3人人がいただけでした。たった2、3人しか人はいませんでした。はい、次覚えるところ、Ready, go. There were a lot of sick people in Sunny Town Hospital. で、一方、バスなんかには人いなかったのに、サニータウンホスピタルには、たくさんの病気の人たちがいました。だから、a few と a lot of をもう一回、反対の意味なんだなぐらいで覚え直しといてください。はい、次行くよ、せーの。Fred's mother said, I will have to work all day long. そう、フレッド君のママは、nurse、看護師さんなんです。もうしょっちゅうなんか設定が変わるんだけど、お父様は単身赴任で遠くにいらっしゃるんです。先生、男の人が書けないの、ボブさんみたいのしか。だからなかなか男の人が出てこないのよ。男の人が嫌いなわけじゃないのよ、別に。はい。I will have to work all day long. 私は、あら、難しい、意外と will がある。これからのことだよね。have to がある。なんだっけ、have to。しなくちゃいけない。両方合わせて、これからしなくちゃいけないでしょうよっていうこと。all day long は前やったね。私は今日は一日中働かなくちゃいけないと思うわって、これから。アメリカなんかもそうだけど、日本もそうなっちゃうかな。看護師さんやお医者様は休む間もなくずっと働いてるよね。フレッド君のママももうそれで手いっぱい。だから次こう言いました。せーの。Can you buy sandwiches for lunch? Can you warm up the soup for dinner? みんなだって大きい子はもうできるよね。お昼ご飯自分でサンドイッチ買える？で、スープを温めることできる？はい、次せーの。Fred said, Yes, of course. See you later. See you later. 大丈夫。後でね。またね。で、お母さんがお金を少し置いてってくださったわけ。お昼ご飯買うように。次せーの。Fred bought potato chips for lunch. He ate cookies and drank Coca-Cola for dinner. He played games until 2 a.m. はい。サンドイッチの代わりに何買ったの？そう。ポテトチップス。スープを温めて食べる代わりに何を夜ご飯にしたの？クッキーとコーラ。で、なんと、2時まで、夜中の2時までずーっと、アンティーは何々までずーっとって覚えといてください。夜中の2時までずーっと何してたの？ゲームしてたの。はい、次ラスト、せーの。When he got up, it was 1 p.m. まあ、普段の生活で AM と PM を使ってると思うんだけど、AM は午前。だから午前2時って夜中だよね、夜だよね。まだ暗くなってる時ね。で、PM は午後になります。だから、起きた時は午後の1時。
こんな人は先生の生徒の中にはいませんね。はい、number two。で、下線部は自分で読んどいてね。あ、間違えちゃった。下線部以外は自分で読んどいてね。下線部行きます。せーの。Fred's warriors were too tired to fight. まず、warrior。戦士。戦う人です。これ何の話かっていうと、体の中にある白血球とか、病原菌と戦ってくれる、ちっちゃい血の中にいたりする戦士たちのお話です。免疫機能って言って、みんなが病気にならないように守ってくれる体の機能の一部だよね。で、その戦士たちが、were too tired。この too は、too は、過ぎるとかもっていう意味でした。ここは、何々すぎる。疲れすぎてたんです。だってね、毎日のように、お昼はポテトチップス、夜はコカ・コーラと、なんだっけ、クッキー、一歩も、ポテトチップスを買いに行く以外には外に出ないの。そしてずーっとゲームしてるの。そうしたら Fred's warriors were too tired. フレッドの戦士たちはあまりにも疲れすぎていました。で、次の to は to をするためにだったよね。to fight. ファイトするために、戦うためには。戦おうと思っても戦うには疲れすぎてたんです。戦えなかったの。もう一回せーの。Fred's warriors were too tired to fight. じゃあね。うん。こんな言い訳を日本語で、英語でできたら先生許しちゃうかも。僕忙しすぎたんです。ここまで言える？ Good. I was too tired. 間違えた。too busy. I was too busy. 何するためには？勉強するには。to study. つなげるとせーの。I was too busy to study. それでテキストあんまりできませんでしたとか言ったら、英語で言ったらちょっとは許しちゃうかも。はい、次せーの。The virus was stronger. Warriors の方がね、戦いに勝って強ければ、ウイルスが体に入ってきてもみんなは病気にならないの。だからみんな強くいなきゃいけないよ。でも今回は、The virus, ウイルスの方が、strong が stronger は、もっと強かったんです。だから、フレッド君は病気になっちゃったの。でもね、ママにはね、言えなかったの。自分のせいだから。そのすぐ下、spent。これは、使ったっていうこと。お金や時間を使いました。今の形は spend です。これは昔。お金をジャンクフードに使っちゃったからって書いてあるわ。ジャンクフードってね、体に毒な。ハンバーガーとか、マクドナルドのね、まあ、こんなこと言って大丈夫かしら、先生捕まんないかしら。あと、ポテトチップスとか、やたら、お砂糖がいっぱい入った、ソーダとかね。はい。では行きます。Number one。テストするよ。先生が言う日本語、英語にしてみてね。頑張って。数人しか、2、3人しか、だけしか、人々はいませんでした。Okay. There were only a few people. 先生の財布には、2、3個しかコインが入っていませんでした。There were only a few coins. はい、次。病気の人たちがたくさんいました。There were a lot of sick people. ね、there is there とっても大事だから、もう、みはるくんも大丈夫だよね。はい、次。私はこれからしなくっちゃいけないでしょうよっていう例のあれをつけて、一日中働かなきゃいけないと思うわ、これから。Good job. I will have to work all day long. はい、number two.フレッド君の戦士たちは疲れすぎていました。ここまで。Good. Fred's warriors were too tired. 何するためには、戦うためには。To fight. はい、つなげて、ready go. Fred's warriors were too tired to fight. はい、ウイルスの方がより強かった。The virus was stronger. じゃあね。お金とか時間を使う。今の形は？うん、spend。じゃあ昔は？spent。
先生、今気がついた。一番でやり残しがあった。何々までずーっと。Great until. はい、頑張りました。1週目はここまでです。2週目。また、ちょっと頭の復習。あ、整理、間違えちゃった。はい、一緒に読みます。せーの。When Fred opens the door, Meg was reading a book. When ってなんだ？時。だから、どんな時？フレッド君がドアを開けた時だよね。で、この前やった。イコールにイングだったら、そう、しているところとかしていた最中。メグちゃんは本を読んでいたところでした。はい、では、number three。せーの。When Meg called Fred, he was crying. Meg was surprised and asked, What is the matter? 今回覚えるとこ少ないね。でも、when、大丈夫？もう、みはるくんも。時。何した時？メグちゃんがフレッド君に電話をした時。フレッド君お腹は痛いし、熱は高いし、咳は出るわで泣いていたんです。ベーベー。だってお母さんにも言えないしね。でもみんなはちょっとでも具合が悪かったらお母さんに言わなきゃダメだよ。メグちゃんびっくりしてね、聞いたの。What is the matter? ってなんだ？どうしたの？もう一個。So, what is wrong? What's wrong? やったよね。はい、次せーの。Fred told her everything. Meg said, Poor Fred, you should eat good food. You must sleep well. You need fresh air. まあ、なんて素晴らしい。メグちゃんが言ったこと。かわいそうなフレッド。あ、その前にごめんなさい。Everything ってわかってる？全部、すべて。フレッド君、彼女には全部話せたんだね。ママには言えなくても。僕が行けなかったからこうなっちゃったんだよ。したらメグちゃん、Poor Fred。あんたのせいよとか言わないんだね。かわいそうなフレッド君。You should は？するべきよ。いい食べ物を食べるべきよ。ポテトチップスなんかじゃなくって。はい、You must。must は？しなくちゃいけない。頭の整理したばっかり。よーく寝なきゃダメよ。で、しかも、ちょっとここにはないんだけど、どんなにたくさん寝ても、朝寝て昼起きるとかいうのは体が休まらないんです。頭のてっぺんで光を感じ取る線があって、そこで、昼間だと、まだ起きてるっていう状態のまんま、寝てる無理やりになっちゃうので、夜ちゃんと早くベッドに入って朝早く明るくなったら起きるようにしてください。はい、You need fresh air. もちろんです。新鮮な空気が必要よ。みんなも時には窓を開けてるかな？何しろ外に出て一回は運動だよね。はい、次せーの。I will read a beautiful story for you. If your eyes are tired, look at green trees.素晴らしいお友達だと思います。はい。あなたに素敵な、綺麗なお話を読んであげましょう。まあ、外出禁止令が出た場合、お友達と直に会うことはできないけどね。これはめぐちゃん、スマートフォンで、電話越しに読んであげましょうって言ってくれたの。でね、フレッド君の目は疲れているんです。ゲームやりすぎて。If って何？もしも目が疲れてたら、If your eyes are tired, 何しなさいって言ってんの？緑の木をご覧なさいって言ってるんだよね。これほんと、ちょっと遠くに生えてる緑のものを見てごらん。楽になるから。はい、次読みよ、せーの。Fred was glad that he was not alone. あ、覚えるんだ。glad ってなんだっけ？そうだね、happy と同じように嬉しい。フレッド君、嬉しかったんです。だってね、he was not alone. alone は一人ぼっちだよね。一人ぼっちじゃなくてよかった。やっぱり持つべきものはいい友達だね。はい、次せーの。he opened the window and warmed up the soup. he looked at the green trees. フレッシュエアが必要だよって言われたから窓を開けて、それから、お野菜もチキンもたっぷり入ったスープを温めました。そして、窓から外を見てね、グリーントリーズをよーく見たんです。
はい、次せーの。Meg began to read Little Prince。英語5年生になったんだから必ずこの本は読まなきゃダメだよ。あ、日本語でいいです。メグちゃんは、はい、began は何の昔？begin。なんかこの前英検でできなかった人いた。began to で、そう、し始めるって覚えたよね。し始めました。だから、Little Prince を読み始めた。これね、日本語だと、なんだっけ、星の王子様です。ぜひ読んでください。はい、次せーの。Fred could hear quiet piano music too. あ、メグちゃんの部屋に流れてるのかな？静かなピアノの音楽がバックミュージックに。元気の出る K-POP もいいけど、時には静かなピアノとか、まあチェロもいいんですよ。音楽聴いてね。はい、number four。覚えるとこ。下線部だけ行きます。せーの。Fred's warriors were stronger than the virus。よかったね、こうなってくれて。Fred くんの、はい、何 warrior。そう、戦士たち。体の中でバイキンと戦う戦士たちは、はい、stronger は、もっと強かった。than って何？うん、よりも。ウイルスよりももっと強かった。もう一回せーの。Fred's warriors were stronger than the virus. はい、もう一個覚える文章。せーの。You are the kindest and the smartest girl in the town. これは、メグちゃんに、フレッド君が言ったセリフ。君は、kind で、うん、親切な。っていうことは、kindest。一番親切で、はい、smart は、頭がいい。smartest。一番頭がいい。あのね、kinder だったら、もっと、二人比べて、こっちの方がもっと親切だよ。smarter。だったら、二人比べて、うん、こっちの方が頭いいよっていう時、S とは、大勢いてもその中で一番っていうことです。うわー、すごい褒め言葉。街の中で一番親切で一番頭がいい女の子だねって言ってあげたんです。本当だよね。長いのでもう一回、せーの。You are the kindest and the smartest girl in the town. Good job. テストします。Number three.どれだ？あった。フレッド君は嬉しかった。どういうことが嬉しかったのか。ダットで後ろ文章入れてね。ダットは後ろに文章入りますよの、これは印です。彼は一人ではなかった。Exactly. もう一回せーの。Fred was glad that he was not alone. はい、メグちゃんは読み始めました。Little Prince を。Meg began to read Little Prince. じゃあ、メグちゃんは歌い始めましただったら、せーの。Meg began to sing. 僕はサッカーをプレイし始めました。せーの。I began to play soccer. こうやって応用ができないと何の役にも立ちませんよ。はい、number four. フレッド君の選手たちはもっと強かった。ここまで。Fred's warriors were stronger. 何よりも、ウイルスよりも。than the virus. つなげてせーの。Fred's warriors were stronger than the virus. じゃあね、僕は、ちょっと後にします。あなたは、君は一番親切だ。そして一番頭のいい女の子、街の中で。Good. You are the kindest and the smartest girl in the town. あ、じゃあこれにしよう。ママに向かって、あなたは、茅ヶ崎の中で一番親切で一番頭のいいお母さんですって言って。Great. You are the kindest and the smartest mother in 茅ヶ崎。本当だよね。はい、頑張りました。ちょっとずつでいいからね、もしみはるく、英語とってもできるんだけど、こうやってきちきち覚えるのはもしかしたら初めてかも。でもちょっと役に立つことがいっぱい入ってるんで、できれば1、2個ぐらいだけでも覚えてきてください。それではまた明日。バイ。